はい、どうもゴルフレインの方です。ともです。りょうです。今回は入っていたクラブを引っ張り出してきました。ありましたね。はい、アイアン、これは水のプロスーパーイレブンアイアン。どうすかこれ。1992年、3年それぐらいの、シャフトは、いや、シャフトはね、これね、プレシジョン、プレシジョン5.5、いつぐらいなんだろうね、多分今だったら。そうね。じゃあ次、もう一本で、ブリヂストン、ブリヂストンの上モデル、ジェーズ、ジェーズの上モデルってこと。そうそう、チタニウムフォージド上モデル。ジョーって知ってる？これジョーモデルのジョーって。尾崎のどの子？何番目だっけ？直道さん。直道さんかな？ジャンボ。ジェット、ジョー。ね。ハーモテックプロ。H&M。H&M？ 70g 台ってことなんだろうね。ちっちゃいよね。ちっちゃい。何だったっけ？1999年とか、2000年よりも前の。変わんないね。遠近法です。遠近法です。こうですよ、並べると全然違うね、でも下げると、お、一緒じゃん。下げるの下げるのこうね、並ぶとこんな違うんだよね。フェースのデカさもね、すごい、全然違うよね。でも引くと一緒に引くととかいいんだ。ほら、こんな違うんだ。あんま並べてこうだよ。全然違うよ。でも、3番打ったじゃんこれ。いや、いいから3番打ったじゃん。そうなのね。今回はこの出てきたやつと今出てるブリヂストンの新しいクラブ、だから新旧を、そうね、シダ、この水野のアイアンも、ブリヂストンのドライバーと水野のアイアン。ブリヂストンの方はツアー B の XD の3、まあ小ぶりヘッドの方の、でもこれよりはでかいと。なるべくアイアンもドライバーも寄せた感じだけど、もうそれが精一杯だったね。まあこの水野プロではないね、新しい方は MPいいの。水のプロってまだ存在するんだもんね。水のプロといえばね、やっぱり野球やってた人はもうみんな知ってる。旧ロゴでしょ。旧ロゴ珍しいよね。もう今もあんのかな。今のランバードでしょ。ランバードもはい、そんな動画です。打ち比べてみました、新球を、どんな球が出るのか、はい、では動画どうぞ。どうぞ。
はい、感想です。はい、からいきますか。アイアンからいき、うん、アイアンは、まず古い方から、うん、古い方、ロフトはね、なんかよく分かんなかったんだけど、いろんなサイト調べて35度か36、うん、7番アイアンで、うん、模擬感染古すぎて情報が出てこないね、うん、7番アイアンで436、ちょっと今のと比べたら重いのかな。顔的にはどう？アイアン僕はね、ちっちゃいからもう難しいやろうと思ってた、まっすぐだよね、多分ね、ペシッつって右に飛んでいくのかなって思ったんだけど、意外と打ちやすかったかな、僕は。飛距離もまあ、今のさ、7番やん、結構ロフト立ってきてるからさ、まあ、飛ぶのはあるんだけど、まあ、35、6度の、まあ、普通に飛距離はロフトなりみたいな、うん、でさ、弾きとかももうそんなに変わらない感じ。打感も悪くはないよね、うん、新しい方、MP5 の、うん、は新しい方、はい、僕は違いが分からなかった、うん、違い分からなかった、その音とか打感とかの違い分からなかったけど、うん、距離はやっぱり飛んでる、うん、飛んでるね、うん、まあ、ロフトが2度ぐらい立ってるし、あのやっぱね、まあ、シャフトにもよるけど、どんだけヘッドスピードだったり、まあ、操作が自分でしやすかったりして、僕もまあ新しい方がちょっとだけね、もうでもね、10ヤードとかはないと思う、差は、うん、パーンって出て、まっすぐ行ってちょっとフェードして落ちてきて、うわ、かっこいい球打ててるなと思ったの、この新旧ミスを打ったとき、うん、で、冷静になって考えたのね。そしたら、そのインテンショナルでフェード打ってんじゃなくて、うん、あの若干アウトインで打ってて、スイングの悪さがそのまま球に出ているんじゃないかなみたいなイメージがあったんだけど、それってどうなんだろうね。まあ、だけど、最近こうアイアンとかしだしてる中では、まあ、今のクラブの方が、まあ、優しいアイアンとか出てて、捕まりがいいから、ストレートに見えたりこうドローになって、こういうマッスルに近いちょっと難しいのになるとやっぱたまに出るんじゃない、ありのままが出るのかな、今の現状のね。古い方からでいいや。古い方、うん、重量が328、うん、44インチ、うん、すごいっすねこれ。今ののとしたら短い上に重い、うん、もう328って
ウッドに近いんじゃないの、うん、3番とか5番とか。328は重いよね、うん、まあ、だけどこれって短いからそうなるんだろうね、うん、バランス的に。だって今はこうスリーブがプラスされての、うん、スリーブが なしでこの重さ。そう、それはねすごいと思う、うん、まあプロのツアーに出る選手とか多分これぐらいの重量使ってると思うんだって328とか、うん、330いかないぐらいで、長さも、まあ、44も多分短いよね、うん、44.5 から 45.25 とか多分使うだろうから、構えた時の印象を、うん、してフェアウェイウッドを打ってるような感じになるよね、うん、ヘッドがちっちゃすぎて、ね、僕からしたらもう僕は この世代だよ、うん、そうそうそう、大きい世代、うん、もうでもトモももうこの世代でしょ、うん、だけど僕がゴルフを始めた時には、うん、このねちっちゃい頃も存在してて、うん、だんだんでっかくなっていく過程の頃だったから、うん、どん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 でっかくなっていってたよね。もう今460でこれって何も、うん、400切ってるでしょ普通に。予約切ってるかもしれないでしょ、うん、打った感じで言うとなんかいかに今のドライバーがいいドライバーになってるか、うん、進化を感じたね逆に、まあ、飛距離はもう断然この今の飛ばないね、大きい方の方が飛ぶし、うん、もう全然球のつかまりもこっちの方が、球の上がり方もね、うん、いやはそう、そんなに変わらない、差は感じなかったね。でドライバーはもうめちゃくちゃ違う、アイアンはだけどこのカテゴリーのアイアンに差はあまり感じなかっただけで、今の飛び系とかやっぱ違う。あ、それはあれだろうね、うん、多分この時ってその飛び系ってなかったんじゃない、なかったかもしれないみんなこんなのだったみんなこれで頑張ってたのかもしれない。でしょ、そう絶対そうだよね、うん、そうだね、まあ、そこは差があるんだもん。キャビティはあったのよ、うん、多分あった。とにかく、うん、あの技術の進歩に僕は感謝しております。クラブ作りのでしょ、そうそう、クラブ作りの技術ですよ、うん、僕の技術は進歩してないから、はい、怠けてるわ、はいはい、では国家ありがとうございました、はい。